はい、こんにちは。3月の22日水曜日ですね。お昼のお散歩に来ました。ただいまの時刻は1時半とかかな。ごめんなさい、ちょっと時間がよくわかんないです。はい。今日もね、まあ、雲はありますけどこんな感じですごくいい天気。はい。で今日はね、昨日に引き続き WBC のがやってまして、決勝日本対アメリカで勝ちましたね。いやー、日本強い。アメリカもねやっぱ強かったですけど、もちろんメキシコも強かったんですが、いやいや、大谷選手ってやっぱすごいんだなと。僕全然ね野球のこと知らないんですけど、 WBC は面白かったです。去年多分ペナントレース、セリーグもパリーグも1試合も見たことないですけど、テレビでね。でもあれ球場でね行って、なんか広い場所でビール飲みながら観戦するのは、嫌いじゃないです。どうした？ちかヘリコプターうるせえ。ね、うるさいね。何の音だろうね。何？今日はね、はい、これ持ってきました。R6 マーク2に。へたれて単焦点ではなく24-105F4 ですね。 EF レンズです。まあ、結構ね花とか咲いてて、桜も咲いてて、いろいろ撮ろうかなと思ってるんですけど、まあ、桜が肝心のその桜がねあんま咲いてる場所がなくて、どうしようかな。ピースケにご飯もあげたし、ちょっと車乗ってドライブがてら行くのもいいかななんて思っちゃったりしてます。てかせっかくなら2870の F2 の方がいいよな。あと単焦点も1本欲しいよね。単焦点何しよう、50の F1.4 か100マクロかね。なんだよ、なんだよ、何急にどうした。ダメ、うるさい。よいしょ、じゃあちょっと動きますか。カメラはね、忍者ストラップといって、こんな風にたすき掛けで映ったかな、ちょっとわかんないですけど、ストラップの長さ、これね、自在に結構ワンタッチで伸ばしたり縮めたりできるんで、すごい楽です。そんな高くないしね、5、6000だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど。お散歩撮影にはすごく便利なです。
河津桜はもう全部花落ちちゃいましたね。もう完全な葉桜。でも緑が綺麗で僕は好きです。こんな感じでね、ちょっとほーらこんな感じかな。あー難しいな、ここかね。ちょっと電線が邪魔、ちょっと望遠にしてね、こんな感じで。ちょっとあと露出調整すれば綺麗になるかと。タンポポも綺麗ですよね。ほーら、何何引っ張ってるのね。向こう行きたいの、行きたいのカホじゃないよ、行きたいの、行かせない。ほら、なんだろう、猫って今日からも21か、違う22だな。でもやってないな。あー、なんかカラフルで綺麗ですね。お散歩動画これで終わります。また明日。バイバーイ。